えー、今回はですね、即可塾のコンテンツの一部を切り取ってお知らせしようと思います。今回のコンテンツは暗号通貨、仮想通貨のコンテンツですけども、えー、数日前にね、11万倍になって大きく利益を出したであろうコイン、クリプト AI、えー、ロボっていうのをね、紹介しました。これですね、えー、右側のやつです。そこから1日経ってどうなったかというとね、えー、さらに値上がりしたわけですよ。 8月23日の紹介ですから、これね、2日前ですね。だから昨日がこちらです。で、さらに今日、30円から5、6倍につける160円まで伸びていきます。あの、暗号通貨を個別銘柄で見るっていうのは、こういうことだと思うんですよね。で、ビットコインのイーサリアムがいくらになるかなとかね、それも大事なんですよ。XRP がこれから100円になるから200円になるかなとかね、それから ICO のコインで一時期盛り上がるのも、まあ、必要でしょう。 まあ必要ないと思いますけどもそうやって煽られながら私がどこを見てるのかってことなんですけども上場後のコインを見てるわけですよでしかも、えー、コインゲッコっていうねランキングサイト見てますけどもその中でもどこから見るのかってことはねもう長年お示ししてきた通りですけどもそうなるとこういうコインが見つけられるわけですよ、うん、だからやっぱりねあの暗号通貨っていうのも高度ですけども投資の一部なんで あの基礎から一歩一歩、やっぱり踏み越えていかなければ、見つけれるものも見つけられないと思いますし、見えてるものも見えなくなると思います。あのこのクリプト AI コインっていうのは、上場して1年以上経つコインですよ。だから誰でも見ることができて、世の中に公にさらされてるコインなんですよ。それが11万倍になった、次の瞬間、さらに5倍、6倍になるわけですから、50万倍ってことですよ。 50万倍ですよこの3日間で,でこういったコインをちゃんとリサーチできますかってことが大事なんじゃないかなと思いますはい今年もねまあいろんなコインを毎月毎月紹介してきましたけども確かに123月は利益の出るコインを紹介しました4567月は一つも紹介できるコインがありませんでしたでもやっぱり目をつけたコインはこうやってお知らせすることによって仕込めた人もいると思うんですよね で、その結果、収穫の時がまさに今来たんじゃないかなっていうところでございます。はい。えー、それではね、今後も速開軸の暗号通貨ニュースお楽しみに。では。